一つも発見動画チャンネル二つともです。小川高校とこの学芸大国際は延長戦になっております。10回の表小川高校、今この1点を出たところです。ちょうどこのバントのところ、ちょうどファーストがのところ、サードがタイミングよく飛び出し飛んできまして、ホームでセーフになりました。いけ小川、4番バッターです。さあここで、もう少し点をいただきたいところです。小川高校です。さあ行け小川、行け、行ったセンター前ヒット。ああ三塁ランナーが止まりました。ワンアウトです。浜市の一本水球場、小川高校延長戦、もう初戦はこのコールドゲームかと思いました。ちょうど止め気味、最後スローのランナーをこのエラーから見て出したところで盛り返されてしまいました。同点の問題、今延長戦で突入しまして、小川高校1点をリード。さらにさらに、けいけいよいよ今時間のベースを落としてきました。ここでワンアウト2、3塁、さらに経験、5番バッターです。さあ行け、ワンボールワンストライクです。ワンアウト、小川高校10回の表の攻撃、今1点を入れまして、さらにランナーが2、3塁としております。さあ行け、いけ、もう壮絶な戦い、この8回に13対13まで来まして、9回お互いに無得点、今10回の表小川高校1点を入れて、さらに表の攻撃1点を入れて、さらにこの点を入れようというところです。ぜひ小川高校、ここもう一台行ってもらいたい。行け、ブラスバンドの後方に行きました。小川高校ブラスバンド頑張っております。そして応援席、今大勢の皆さんが応援を送り入れているところです。小川高校、またこっちに飛んできました。今気力のバッター、気力で振ってます。ボール、2ボール、2ストライク、落ち着いてました。さあ行け行け、小川高校、ランナーは2、3塁です。さあさあ小川高校、行け行け、チャンスだチャンスだ。日向の声を追いかかってます。いけ、ボールです。いけ、さあ
Touch up wicket! Touch up wicket! Get, 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 get! アウトになりましたが、この回、我が高校2点を入れました。10回の表の攻撃、2点のリードです。そして、この学芸大、国際の攻撃を待つところです。